長京三主全員は、佐賀県小木市三日月町久米野にある日蓮宗の仏教寺院。もともとは、本府空寺主全員と称した。非全国沖群主であった千葉市や、千葉市の連市を称し、後に、佐賀藩主鍋島市の外籍家門、重臣となる石井氏の帰憶を受けた。旧本山は、中山北家教授、親氏法園。時報としては、上行員費、優勝人の手紙。 シ尊像、ソンゾウ、ミノブサンク第73世にイ札サツ人の、本尊等がある。塩分年間、千葉種貞の古地官房を否定成人が回帰した。後に、衰退したが、江戸時代初期の寛永3年、佐賀藩祖、鍋島直茂の正室費、大院が、父、石井常信、母蓮下院の追善供養のため、東山を、平井村や半家屋敷に移転再興し、三号を、 両親の法名から一字ずつ取り、長京産主全員と名付けた。非単院の聖火石井氏は、古くから千葉市の赤心であり、もともとは、小木郡の石井屋敷に従していた。そして、母蓮玄院は千葉市の連氏と伝わるため、特に小木郡にある東山を庇護したものと思われる。また、石井氏が、影響元年に、地行地の助家郡飯盛森村に、 上昇院を混流する前の同志菩提寺であった可能性も指摘されている。非単院の最高以来、廃藩に至るまで、鍋島市の保護を受けた。第32世、野口更信により、道儀の改築を行い、昭和54年、第34世、大平里市 A の第2、現在の本堂、納骨堂、岸も神堂等が新築されて、時間一新となった。現在は、 平井の岸も神様のお寺として有名である。九州で唯一だるま祈願をしている。海山、規定二世、日朝三世、悲弦四世、悲飯五世、悲、栄六世、日東七世、日光八世、悲十九世、日吉十世、次十一世、悲、高志十二世、悲安十三世、悲、淳十四世、日体十五世、日運十六世、 ひ行十七世、ひ元十八世、ひ随十九世、日達二十世、ひか二十一世、ひ、堺か二十二世、ひ、ど二十三世、ひ、安す二十四世、ひ、広ろ二十五世、日順二十六世、ひ有二十七世、日周し二十八世、ひ山二十九世、日っ三十世、ひずみ三十一世、ぬきな英雄三十二世、 大イジ比ン・三十三33世、大平サ悟シ・サトル34、36世、大平サ明シ・アキ35世、大平サトシ・エン37世、太平明帝38世、大平淳氏日蓮宗は、昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本三、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。